お座りなのがお母さんの木村春江さんです。ようこそお越しくださいました。せっかくですから一緒にあのステージに。いやいいよ、ここでいいよ。いやいや、じゃあそうだ、やっぱり親孝行だね。お母さん一緒に行きましょうよ、せっかくですからね。はい、参りましょう。どうぞどうぞ、ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。いやー、お元気、70、お母さん70ですか、一郎さん。はい。お元気よ、もう、ね、いやいや、あ、毎日潜ってらっしゃるから。すごいなー。よく東京にはおいでになるんですか。いや、全然来ません。どうぞどうぞ。どうぞ、真ん中へ来てください。ね、ステージ。東京見物なら、ステージ見物もしててください。もう少し、じゃあ、こっちにおいでいただきまして。ようこそ、お越しくださいました。どうもお世話になります。ちょっと知らん顔してないで、息子さん。はい、あの挨拶してください。鳥羽一郎、山川豊の母、木村春江です。はい、ありがとうございました。一郎さんは子供の頃から随分親孝行のお子さんだと伺ってます。あのね、男の子にしては面倒見のいい子でした。世話いらない。寮にお出になることあるんでしょ。そうです。とも弟や妹の面倒を見てくれてね、助かりました。今でもあれですけどね、テレビご覧になるのが非常に楽しみなんですって。そうですね、また心配もあるしね。どんな心配ですか。もうテレビなんかにね出て、歌の声聞くたびに、はい、もう喉がガラガラしとるな、酒の飲みすぎかいな、タバコの吸いすぎかな。心配ですね。俺だって心配してるんだよ。どうですか、どんな心配なさるんですか。70になってまだ海潜ってね、なんかあるとどうするかな、うん、やっぱいつも心配してるんだよ。それでは、いやいや、何年潜るんだ。あとまだ10年。10年だったら80だよ。まで頑張ってくださいね。それじゃあ息子さんの鳥羽一郎さん、感謝の気持ちを込めて歌っていただきましょう。わかりました。海の匂いのお母さん、鳥羽一郎さんです。